さん。あ、こちらです。ハニーさんいらっしゃい。一ゲットありがとう。フェアさんいらっしゃい。こっち。3個目さんいらっしゃい。ノリトペさんいらっしゃい。私にマスオさんのモノマネはできないです。1、2、3、1。あ、つながってるね。はるさんいらっしゃい、こんばんは。ビンビン丸さん、のりさん、あきさん、10個目さん、グロークから、11個目さん、ひむさんいらっしゃい。カラメルゲット、グランディア、そうですね、超えそうですね。慣れた。まあ基本1位減って言ってるけどね。プルーシーから鳴き声ゲットして。ナインさん、カリスマ不審者さんいらっしゃい。のどぼとけって食べれんの？食べれんか？人間ってああいうなんていうの、変なもの食べるの好きじゃん。珍味でないんかな、喉仏。一通食べてみればいいじゃん。うん、じゃあちょうだい。赤澤原いらっしゃい。マグが、あ、でもだいぶまだあるよ。戦いながらだから6800ボエ。ソラさんより若くて可愛い子の放送が本当に近づいてきていらっしゃい。私も若くて可愛いでしょ。負けているというのか。あ、そうだよね、焼き鳥でありそうだよね、鳥。そっか、骨の塊か。おえ、誰でもいいから、うん、そうだねって言ってくださいよ。女性は諦めたら終わりなのです。アスラーさんいらっしゃい、ありがとう。ちょっと素の顔文字悪意を感じるな。歯ブラシ持ってきて。歯ブラシ、運送屋小橋さんいらっしゃい。いや、まだね、探検してる。マッピング中かな。1、2。とっても広いわ。1、2、3。あー、でこの部屋に出るんだね。こんなに広いとは思わなかった。ん？階段がある？あ、階段があるわ。今これ2階だから、階段見つけましたね。物欲さんいらっしゃい。鳥羽持ってきて。出るんだろう。ちょっと降りてみますか。中途半端だけど、いや、やっぱり
探検した方がいいよね、2階も。おまみいらっしゃい、おかえり。そうそう、1階に降りる階段。あ、靴いらっしゃい。また得意の枕ゲーム。ヒデさんいらっしゃい。これはね、6月から始めたから、もう丸々2ヶ月になるかな。ちょっと続きマッピングしますね。タラガが6匹出た。戦うか。テトラじゃ。結構やってます。はい。1週間ぶりのマッパー解決。まだ11時過ぎたもんね。もうちょっと頑張れば展開はあるかも。とりあえず稲なき手に入れたから、ここで下げられるわけにいかんのじゃん。カーリーってね、作ってないよ。ロコンさんいらっしゃい。うん、ずっとさまよってた。でも諦めてアンフィにかなりマッピングしたから、せっかく来たんでこちら行きましょうかね。それかもし今までマッピングしてたとこにつながりそうであれば行かない方がいいな。ポストさんいらっしゃい。アンフィニでレベル上げたし、した階が向かれた。うん、そうそう、2階。でもね、2階のマッピングで一通はなかったんですよね、見た感じ。うん、やっぱつながってないな、まだ。じゃあちょっとこっちの一通ゾーン行ってみる。アンフィニ側の不快ってこと？アンフィニへようこそ。アンフィニって書いておこう。でも、そっか、ここは一通じゃないから戻れるのか。ああ、よかった。一通に見えたな。あれ？一通だよね。これはどうなってんの？ダメガネさんいらっしゃい。この地図ちょっとおかしいよね。まあ、いいか、気にせんとこうか。気にせんとこ。アンフィニの2階はまだね、行けてないんですよ。こちら側からマッピングするのもいいね。どうでもいいわ。スサノオが200、危ない。じゃあスサノオ、ネットにある400問ぐらいの例題を暗記してる。大丈夫、配信聞きながら。
変な案内するよ。よし、じゃあ反対側の一通じゃないですね、これね。こちら側は一通じゃないや。ダメ。うん、気にせず行こう。ケツドラムで暗記が抜けるよ。そうですね、アンフィニ側へ抜けれる道発見ってことで、そうしよう、そう思う。壁に当たっても食らうんだ。そうか、そりゃ熱いわな。サイクロプスが5匹出た。すっげえ体。バキバキやな。ちゃんと乳首が描かれてる。なんかドラクエのあの子より狂気を感じますね。やっぱ目の大きさかな。アトラさんもうちょっと可愛いですよね。これやばいんです。足の包帯はいい感じ。怖い怖い、痛恨が来るかも。あー、角がない。あ、そうだね、ツンツルテンやね。リボーさんいらっしゃい。ハコちゃんいらっしゃい。これ遊んでる。スピードもぼちぼちあるぞ。あー、あと口がでかいけどこいつのは見えない。そうだね、それが不気味さなのか。ゼノさんいらっしゃい。うん、ほとんど目、顔が。メディカル使っちゃおう。一回ユミコ、一応倒せますね。よしよし。あ、そっか、フルムーンパワーだ。恐ろしい。ランランとしてるんだね、あの目が。耳もでかい、すごく。あー、よかった。邪気サイクロプス。手前から入ってみよう。何もない。うん。ちょっと本玉で。バロン。アスさんいらっしゃい。髪毛きたー。何もないだと？頑張ってきたのに何もないの？どういうこと？なんもない。うん、レベル上げレベル上げ。マッピングが埋まりましたよ。じゃあ帰ろう。じゃああと行ってないところだから反対側か。とりあえず、廊下に出よう。そうしよう。中心の廊下に戻って。残念、何もなかったね。ケツが持たない？あ、
アンパンマンみたいに新しいケツに交換してくれる？新しいケツだよ。てんててててんてんてん。今の何の音？廊下に出ます。はい、一通の廊下に出ました。そしてまた、南に下っていきます。ブラックナイトが1匹。たすけさんいらっしゃい。マッピングをすごいやってる。喉仏取った時いたっけ、馬の。あれからね、ずっとマッピングをしてる。ケイさんいらっしゃい、こんばんは。24時間テレビに寄付する歯ブラシ用意した。どんな嫌味やねん。まあ、歯ブラシが隠語になったね、ゆうたくんのせいで。これは反対側ですね。反対側の扉があって、1、2、3、4、5、6、7、8、9。じゃあ、今度西側のこっちに入ってみよう。一通なので。アーリーさんいらっしゃい。歯ブラシってね、捕まった高橋、有名人の息子の高橋優太がホテルの女の人をこう部屋に連れてくために、従業員の人ね、歯ブラシを持ってきてくださいって電話したんだって。でそこでこう多分高畑か無理やり部屋に連れ込んだのかな、引っ張って。それでね、歯ブラシ歯ブラシ言ってる。本当に歯ブラシなかったのかな、実はあったのかな、歯ブラシって。武蔵さん、クロムジェさんいらっしゃい。制服持ってきて。いや、クリアね、もうちょっと先ですね。金曜貧乏さんいらっしゃい。若津いらっしゃい。初犯じゃないでしょうな、怖。理性は確実になかった。ないことないよね、ホテルだよ、だって普通はあるわな。オレンジ歯ブラシあるんだけど寄ってかない。怪しげな部屋があるよ。よし、何があるかな。あ、プルーシーがいななくとき、瀬戸は動けなくなると聞きます。あ、じゃあプルーシーを倒して手に入れたから瀬戸さんの対策アイテムだ。なるほど、ありがとう。じゃあ結局プルーシーを倒さないと瀬戸には勝てないっていう流れなんですね。うん、やっつけた。赤いね、オリアスさんだった。
今どこだったっけ。ここか。つながってなかった。1、2、これはただの扉ですね。一応入ろうか。ケツアルカトルが3匹出た。倒した時イナ泣いた。うん、瀬戸さんに歯ブラシ持ってくさせるの。あー、別にゴリ押しでもいけんのか。うんうん、靴いらっしゃい。うぼわーって。お、来ましたで。53。私たてがみって食べたことないんだよね。ついに来てしまった53。おめでとう中島。もうちょっとマッピングをさせてくれ。1、2、3。あれ？Nだよね。ここだけなんか空間が。じゃあちょっと右に行きますね。ただの部屋か。ただの部屋だな。空間がある。あそこ、あれはどうやって行くんだろう。うん、そうそう、あの透明なんですよね、あのたてがみは。濃厚で美味しいんだ。へえ。バンブナ、うん、300だね。中島も300か。俺飛んでるのにダメージ食わないかな。大玉で回復しよう。いや、先中島だな。中島でもうちょい耐えさせる。ふふ、スパルタなのです。行き止まり。そして部屋があって、オルトロスが4匹出た。周り全部2だから。珍しいミイラだよ。ワイバー200か。じゃあさすがに大玉をくれないか。大玉をくれないか。さっきから3連続出るんだよね。どう見てもゴリムさん、カモンして。マグか。右は通路に出るのでこちらに行きましょうか。あ、ただの通路かな。
ベヘモスが2匹出た。2匹か。開くから美味しいですね。うん。ピンクのゾウさん、いいわ。鼻の先が生きてるみたいだね。あそこが本体みたい。ミギーみたい。ワイパー一発が痛い。うん、フグを着てるのか右脇に何か挟んでるのか。書類かもしれない。実は出勤途中っていう。チョッキみたいなやつじゃない？フグかな。あ、フリーズした。そうそう、ベスト。でもさ、これ何よ、これ、これめっちゃ凍ったよ。これ何の部分だと思う？色塗り間違いかな。あ、一応治ったな、フリーズ。よしよし。カニカマ？カバンみたいなもんじゃ。カバンか、やっぱり。大玉落としませんか。バロンさん、ジャイアントが出た。じゃあ、もう一回通路に出て、東側ちょっと、もうちょっとマッピングあるんで、東側行こう。ラグ産地遠い？遠いかな？遠くはないかも。ちょっと見るね。2階は結構きついな。ぼちぼち遠い。ぼちぼち四つ葉と的なジャイアント。気軽に帰れる場所ではないかな。まっ、まっすぐではあるな。コカトライスが3匹出た。ちょっと逃げ、よし。あ、ほうたまなくなった。おつ、はい、お疲れ様です。ほうたまなくなったな。じゃあもうユミコメディカル。あまりほうたま落とす子いないですね、ここ。通路に出て、あ、不意をつかれた。玉なしになってもた。中島の方玉を使うか。